今回はソニーが出している 85mmF1.4 の G マスターレンズと 50mmF1.4 のツアイスプラナーレンズ、この2本のレンズを比較します。はい、ピーチフォトです。ピーチフォトは写真撮影や動画の撮影を仕事でやってるんですけども、今回はね、このポートレートです。ソニーが出してる最強レンズの2本、この 50mm プラナー F1.4 のこのレンズと G マスター 85mmF1.4 のレンズ、この2本を、ポートレート撮影でちょっと比較してみました。ピーチフォトは普段からモデルの撮影とか、人物撮影が基本的には多いので、今回もちょっとモデル撮影で比較してます。スタジオのね、すぐ扉出て通路で撮ったんで、ロケーションとしてはね、もうすぐただもうテスト撮影っていう感じなんですけど、この2本使って撮りました。焦点距離が 50mm と 85mm っていう差があるので、ちょっとそこのレグ、もうスタジオのすぐ外で撮ったんで、同じような画角っていうよりかは、50mm と 85mm のちょっと同じような位置から撮って、ちょっと画角がこんな感じの違いますよみたいな写真にはなってるかな。だからちょっとこう同じぐらいの立ち位置からレンズを変えて撮るとこんな感じの画角ですみたいな見方をしてください。絞りがどっちもね F1.4 なんですけど、撮影ももう全部開放の F1.4 で撮ってます。でレンズもね、どっちもでっかいんですけど、 85mm の方がでっかいかな。で重さはね、ちょっとだけ 85mm の方が重いです。絞りの羽の枚数はね、どっちも11枚で、どっちも11枚なんで、同じようなボケ方とか、光のそのフレアの出方とかが同じようなんかなと思ったら、それはね結構違う気がします。僕はこっちの G マスターの方がなんかボケが自然、こっちのツアイスの方が個性的、それはいいとか悪いとかの表現ではなくて、僕の感覚的な感じでこっちの方が自然、吸い込まれる感じのボケ、こっちはすごい個性があるボケ、この2本を比べたらね、めっちゃ個性があるかっつったら、こっちのレンズよりももっと個性的なボケのレンズはあると思うんですけど、この2本を比較して言った場合は、こっちが吸い込まれるような自然なボケで、こっちは個性のあるボケっていう感じがします。でもどっちがいいとか悪いとかじゃなくって、それは好き実機かな、みんなもうそれぞれの好みっていう感じです。で僕の使用頻度で言うと、もうこっちの 50mm が圧倒的に数としては多いです。ただ 85mm を使う時もそこそこあります。そこそこめっちゃ多いわけではないかな。なんでそうかっていうと、もう単純に焦点距離の差やと思います。85mm っていう焦点距離がそんなに使用頻度の多い焦点距離ではないので、もう 50mm の方がただ単に使いやすいっていうので、こっちの方がよく使えます。 85mm はね、やっぱりね、ちょっとこう被写体との距離を取ったりとか、ある程度使用する場面が限られるんで、使用頻度が少ない感じ。ただでもこのレンズ結構綺麗なんで、使えるところがあったらバンバン使いたいなって思わせるレンズです。はい、でレンズが大きいんで、なんかオートフォーカスもしかして遅いんじゃないかっていう思う人もいるかもしれないんですけど、なんか写真でこう瞳 AF ずっと、もう基本ね、ポートレート撮るときに瞳 AF 使うんですけど、もう全然問題なくずっとオートフォーカスがもう食いついて移動してくれる感じです。なんかオートフォーカスでスピードが遅いなとかって感じたことは全然ないです。でこのレンズ2本ともね、どっちもピントとこの絞りリングがあるんですけど、G マスターの方にはこのフォーカスホールドボタンっていうのかな、ここに、カスタム設定でここにいろんな機能をあてがうことができるボタンが1個ついてます。これがこのレンズとの違いかな。こっちはね、このカスタムボタンがないです、ツアイスの方は。はい、結構ね、曇ってて日差しがもうなくて曇り空の、こんな感じで撮影風景こんな感じなんですけど、天気がね、曇ってて、その太陽がバーンって出てるような天気じゃなくて、曇り空の、これからもうちょっとしたら夕方になりますよっていう時間帯に撮ってます。だからこの、柔らかい光で、どんな感じかっていうのが見れたらなと思います。別にどっちがいいとか悪いとかっていうのはなくて、どっちもいいかな、僕からしたらかなりいいレンズだと思います。
まあ、どっちかしか買わないんだったら僕はもう 50mm をおすすめします。まあそれはなんでかって言ったら写真が綺麗汚いとかっていう問題ではなくて、使用頻度がこっちの方が高いっていうだけで、はい。で 50mm と 85mm このカレンズを使った作例は一番最後に流すので、またよかったら見てください。ピーチフォトはね、あの写真の撮影とか動画の撮影を仕事でやってるんで、まあ、こういうカメラ関係のお話とか写真とかムービーに関係するお話とか、まあ、ピーチフォトの普段の、まあ、業務内容に関わるその周辺のお話とかを、まあ、この YouTube でちょっとこうお知らせしていけたらなと思ってます。はい、ということでこの後よかったらその今日撮ったっていうか、そのテスト撮影した写真よかったら見てください。はい、ということでピーチフォトでした。ではまた。